新しいチームどうですか。新鮮です。どんなとこが一番。そうですね、まあ、やはり初めての移籍だったんで、まあ、そういう意味で新鮮味も感じてますし、まあ、新たなる挑戦というところでも、まあ、新鮮味を感じてますね。新しいチームで違うチームメイトと一緒にやるというのは最初ちょっと緊張するのかなとも思うんですけど、すぐに溶け込めました。そうですね、やっぱり知ってる選手も多くいて、まあ、そんな中でうまく、まあ、間に入ってくれたんで、まあ、迷わず飛び込んでいけましたけど。飛び込んでいけました、はい。まあ、チームに来て、まあ、見延監督からはどんなことを期待されて、まあ、チームに呼ばれたというふうにご自身では理解していらっしゃいます。そうですね、やはり僕個人的にはスピードで打開できる部分もありますし、やはりそのポジションからうまく裏に抜ける選手っていうところで、まあ、やはり呼ばれてきたと思ってますし、なんでやっぱり裏のスペースをうまくつく動きをどん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 出していければ、まあ、このチームの特徴をもっとより活かせるかなと思います。具体的にこう数字なんかで今季の目標というのはあります？いや、どんなもんかっていうのは全然わからないんで、数字的な目標っていうのはないですけど、まあ、でもやはりチームとして J1 昇格っていう目標があるんで、まあ、そのためにはやっぱり個人的にどれだけ点数を取らなきゃいけないかって考えれば、やはり多くの得点を取らなきゃいけないと思いますし、やっぱりチームの貢献度で言えば 100% に近いぐらいでやらなければ J1 昇格っていうのは絶対に難しいものだと思うんで、まあ、そういう意味で、まあ、本当にコンディションをしっかり上げてやっていきたいですね。 J2 での戦い、どんなものをイメージされます？そうですね、まあ、やはり、まあ、結構スカッパーで見るんですけど、本当に最初からすごいプレッシャーをかけてくるチームと、本当に最初から引いてくるチームと、どっちかに分かれるかなっていうイメージがすごい強いんで、まあ、そういう意味ではいろんなバリエーションのある、まあ、この徳島で、まあ、やれるっていうことはすごい強みですし、本当に強いチームにもどん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 立ち向かってやっていけるチームじゃないかなと思うんで、そういう意味では本当に今年の目玉になると思います。今年の目玉に、はい、まあ、していかなきゃいけないと思いますけど、まあ、徳島に来たからには阿波踊りも覚えなきゃいけないですね。はい、もう昨日練習しました。練習したんですか。はい。それはどこで見せてもらえるんですか。いや、やっぱり開幕ホームですし、うん、開幕でまずやって、はい、そこからどん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 たくさんのお客さんに、まあ、スタジアムに足を運んでもらえるようにやっていきたいですね。でも開幕ホームで点を取ったら、はい、もう全員でやりたいと思います。それはすごく楽しみにしてます。じゃあ、サポーターの皆さんも多分楽しみにしてると思うんで、改めてメッセージをお願いします。はい、そうですね、もう本当にたくさんの声援が力になると思ってますし、これまでもずっとそうしてきたように、選手の力になるのはサポーターの声援だと思うんで、そういう意味でたくさんの人にスタジアムに足を運んでもらって、興奮する試合を見に来てもらえたらと思います。たくさんの応援本当によろしくお願いします。以上です。